このノリを作ったら。お互いがなんかそのこれだけの実況だけしてても2人いるから、はいはいはい、ノリを作るの。確かに。その方が面白い。わかるわかる。さあ敗者が準決勝。チョコ対大輝。これまた X の関東勢上位プレイヤーの方々ですね。大輝さんのロックマンメインなんですかね。大輝さんはなんかツイッターとか見る感じだとあんまキャラ決まってない。今回はもう竹原扱いとして。でも今回見る感じだとねロックマンずっと使ってる気がするんですよね。期待ですね。これは期待ですね。ロックマンなかなか見れないんでね。ロックマン海外勢盛り上がるんじゃないですかね。あ、メガマンっすね。メガマンっすって。スマッシュボールないですけどね。いやあのスマッシュボールめちゃくちゃかっこいいですよね。めちゃくちゃかっこいいですね。ロックマン結構好きなんで。でも初期はあんまり好きじゃないんですよね。初期は好きじゃない。 X が好きでした。ロックマン X、 なるほど。 X とかもやってましたけど、あのロックマンエグゼとかやってますね。あ、ロックマンエグゼもいいですね。あとロックマンダッシュとかですね。敗者が準決勝だから、これがベスト4だね。じゃあもうツイッチ。そうだね、ツイッチのシャツ決まったね。4位まで。うん。第一チョコレインニエトのはツイッチの T シャツ確定。おめでとうございます。おめでとうございます。さあここまで残っているプレイヤー4人中3人がニエトの宅のプレイヤーというで、なんとニエトの宅オフの強さを表してきましたね。ここでキャラクターは、キャラクターこれロックマンゼロサムですね。このカードどうなんでしょうか。どうですかこれ。にゃんこさんはロックマンを結構いけるんじゃないかと思ってますね。ちょこちょこ。あ、これロックマン結構いけるカードですか。 NB 潰せるんで。あーなるほど。弱 A で、弱 A が結構機能すると思いますよ。はい。あ、でも見た感じね、大輝さんあんまり弱 A 振らない感じのですね、ロックマンなんでね。始まりはにゃんこさんと結構違う感じの、ね、そうですね。さあ今回新作でゼロサムのね、何ですかね、立ち回りがはそんなに強くなってないんですけど、この NB とかね、つかみからのリターンがめちゃくちゃ上がってるキャラクターになって、だいぶ X とは毛並みの違うゼロスーツサムスになったんですが、チョコさんが相変わらず強いというね。さあここからロックマンのベビーは多段ヒットを抜けることができますね。これ何なんですかね、あの発生が早いなんですかね、割り込み入れちゃうんですね。なんか特殊なんですよねこれね。さあ連携つながらず。さあこれチョコさんがいつものあの NB 待ちの立ち回りが結構しづらそうなカードですねこれ。そうですね。ただ、まあ、大輝さんも弱 A を見せてないんで。ああ、この火力、おっと惜しい。さあ大輝といえばね、やっぱアイテムの使い方もね結構上手なイメージがあるんで、ロックマンのこれ何でしたっけ、ロックマンメタルブレードですね。 NB でしたっけ。あれ NB です。 NB ですよね。さあラッシュコイルで抜けていく。さあメタルブレード落としてから空港。さあ火力の通り方が大輝非常にうまいですねこれ。さあついてしまう。おっとつけて逆に気まずい感じ。ファースト圏内です。さあクエヌしっかり取って空下さってバステズ。さあチョコさん何も取れずに掴まれてしまう。さあ復帰は安定だがどうする。さあ転倒から何も触らず掴んでどうする。さあチョコさんのこの崖際のプレッシャー。さあスカッシュから上スマーきっちり入れていく。が早い。おっとラグいか若干。さあリュウシールドで降りる。さあクッション立ってパーセントが低いとね全然知らないですねこのゲーム。さあ上強で暴れていく。ないこのリスクリターン今リスクリターンなかなかね合ってませんでしたけどね。ブッパ通していきましたね。さあしっかり取れずに下強さして、さあ大輝各技の使い方が非常にうまい。下投げ刺さらず
目しびれてからゼロサムの横スマ2段目までに6番抜けられちゃうんで。あ、そうなんですか。かなり難しいですね、このカード。じゃあ本当に結構いけるカードなんですね。結構いけると思いますね。さあ、チョコさんが小ジャンプで様子見して、おーって上通じゃない、上強じゃない、上あさって、まあそう、多分あれですね、あの NB ダメからスマッシュとかよりもね、投げの方がバースできちゃうんですかね。ですね、そこから読み合いで倒すという、なるほど、対策なんでしょうかね。さあ、ロックマン空中移動が強い。このキャラ実はね、あのロックマンなのに他のね剣とかの技がすごい優秀っていう ね謎なキャラクターなんですよね、これ。さあ、チョコさん上京を警戒する。さあ、この前チョコの前、さあきっちり打撃集めて、さあお互い差し合いが取っていくのは、さっきから打撃がねかなりずっとリターンを取っていく。さあ、メタルブレード下に投げたが何もできず、ラッシュコイルが強い。チョコさん、なかなか火力を取れず苦しんでいるか。さあ、横 B で復帰、下強で、さあ技が単発単発のことが多いが、おっと前完成ジャンプから2回入れる、上で対応していく。さあ、前内から不起訴しか上置いていくが、さらで、さあお互いどうバーストしていく。ここはさあ NB 当たったが何も取れずに、横 B で転倒するが、さらで、さあお互いバーストの読みに入っていく。しびれるが何も取れずに、ここから崖をどうする。さあ NB がね、 NB で総裁する。そう、さあこれまだ後ろ投げは死なず、ロックは後ろ投げが強いで、おーっと Z 投手からの連携。さあ1本目を取っていくのは大記録マン。いや、アイテムの使い方が素晴らしいですねあれ繋がるんですね。繋がりますね。今ね、確定っぽかったですね。メタルブレード、あのアイテム持ちの方がダメージが高いんですよね。なんで普通にメタルブレード投げるよりも下とかに投げて回収してからね、使った方が強い。で B 技ロックマン結構優秀なんで、ね、はい、横 B が微妙かもしれないですけどアイテムも強いですね。そうなると対するね、チョコさんはなかなか火力が取れずに結構ダメージレースで負けちゃってる感じがしますね。さあ2本目はどのステージになる。これさっきもここだっけ。そうだよね、これは多分チョコさんが選んでますね。あ、ステージ、はい、ニエトの宅でやった時チョコさんにここ連打されたんで、多分ここでチョコさんが選んでますね何かあるんですかね。どうなんですかね、ポケモン好きなんですかね、もしかしたら。あ、なるほどさあ、さあ2本目、横 B から大輝は自分で食らってしまう。投げから食う前1段しか触らず、逆にリターン取られる、埋まってラッシュコイルで抜ける。投げは去ってチョコさん、うまい着地割りはできずに、しかしラインが詰まっていく。さあメタルブレード回収できずに着地割り、きっちり半額取って、これロックは投げからはあんまりリターン取れないんですかね。投げからテーパーしか利益が下がらないですね。ああ、なるほど。後ろ投げが一番ダメージが高いです後ろ投げはね、ダメージ高くてバーストまで、ね、できるという技ですね。さあ上 B でね、今ワンチャンバーストまで狙っていきましたがさすがに刺されて、さあ横スマを溜めていく。あー、 NB 刺さったの確認から崖降り食う前さあチョコさんね、 NB とか下スマのね、当たった後の距離とか溜め具合の判断がめちゃくちゃうまいですよね。これが他のゼロサムスカイとの差かなって感じがしますね。
そこからつけていく、うまい。おーっと、連携取る。さあ、チョコさん乗ってきたか。こっから上競争、あず横スマ取れない。さあ大輝がなんとか速攻持っていきたいが、後ろ内から。さあゼロスースタンス復帰はめちゃくちゃ強いんでね、これなかなか阻止できない。さあゼロさん無能クエナ去ってどうする、横火でダメージ食らうが、クッション去ってバスト。このクッション吹っ飛びがねかなり高い技になってますね。クッションがバースト技になってますね。空前は弱いです。空前はバーストができない。リビアサーズ、さあこのね中距離からの読み合いがチョコさん非常に強いが、さあ大気読んで復帰ルート、クッション触るがまだバーストせず、さあ投げの読み合いは負けてしまう。こっから安全に復帰。さあクエナ去って帰ってくる、メダルブレード取ってクッション去る。さあ大気まだ死なずに、おっとこれ着地したと思っちゃった感じですね。さあ2本目を取っていったのはチョコゼロサム。これ前回の試合ではねあまり火力が取れなかったところを今回かなりねガツンと取ってきましたね。戦いの中でこれがやっぱり上位勢の戦いの中で成長するっていうあれですね。はい、結構ね上位勢にどこどこの大会の決勝戦すごかったねとか聞くと、なんかお互い結構どんどん試合の中で対策してったとかね話聞くんで、3本目になるとまた面白い。そうなんですよね、3本目になるとまた違った試合が見るんじゃないですかね。さあ大輝がロックマンを使ってロックマンのステージをね選んでいくっていうね、さすが、はい、分かってますね、これ分かってる感じですね。さあ敗者が準決勝3本目、カードは変わらずにゼロサム対ロックマン。これ勝った方がレインさんとですね敗者が決勝戦。さあどちらがレインさんへの挑戦権を得られるか。さあつかみすかしてから上京から連携つけていく。さあチョコさんはね横火でしかあれつけるやつ、そうですね、横火の対処がチョコさんすごい上手いですね。なすりつけていきますね。はい、これですかね、にゃんこさんから学んだんですかね。あ、どうなんですかね。さあ空母振っていくが、空母でね下火でね帰ってくるやつを迎撃しようっていう感じですかね。さあ空前サルザギリギリバーストせずに空章で返す、逆に左半分での戦いが目立つが、さあまたセットプレーから着地に投げを刺して横 B で食らってしまう。さあここから相手の飛び道具を越えて空への刺す、さっきからかなりやってますね、対策してきてますね。刺してないから、さあ空上刺さずすかして空への、掴んで前感染ジャンプを取らず、パーセントがね高くなりすぎちゃうと投げからねなかなかバーストできないと思ってたんですけど、やっぱバーストできないですね。これできないですね。さあ後ろ内から今度は大輝がリターンを取れるのか。おっと刺さるが上強でバースト。さあ 1ストメンをリードしていくのは超高ゼロサム。2ストメも引き続き火力は取っていくのか。ラッシュコールで拒否してメタルブレードからの連携、着地に刺さってしまうが、チャンピオンでいる。こっから空上刺して壁キックで上がるのもバレている。さあ空後ろは刺さる、
さあ復帰できるのか。これ復帰はできずにバースト、横 B での押し出し。さあ敗者が準決勝勝ったのはチョコゼロサム、おめでとうございます。おめでとうございます。さあこのね勝ち進んだ3人、まさかの、いやまさかじゃないですけど、まあ当然ですかね。当然っていうちょっと失礼ですけどね。はい、くしくもニエトンタクのねメンバー3人が揃ってしまいました。揃ってしまうという事態になってしまいましたね。さあ、カードは最初は決勝戦レイン対チョコゼロサムじゃない、ロゼッタ対ゼロサム